山本美鈴のハッピースマイル。おはようございます。山本美鈴です。この番組では毎週今を懸命に生きている人を一人取り上げ、その人の活動や生き方を紹介するとともに、その人のハッピースマイルを探っていきます。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りします。赤い靴フォークダンスサークル代表、若林美和子さんにお話を伺いました。若林美和子さんのお父さんは金沢市役所の電話の保留音としても流れている金沢市民の歌の作曲家、今井松夫さん。美和子さんは3歳からピアノを弾き始めましたが、なかなか好きにはなれませんでした。クラシック音楽が身近にあり、お父さんに連れられて演奏会でも聴いてるうちに、クラシックの魂や音楽が体の中に自然に入ってきました。高校卒業後、ピアノを習っていた東京の先生のお宅でピアノと共に暮らし、音楽大学に通いました。大学に通いながらピアノが潰れてしまうのではと思うくらい猛練習。卒業後、石川県の看護専門学校や高校で音楽の先生を掛け持ちしました。お父さんで師でもある今井先生の開いた音楽教室を三姉妹で運営してレッスンをしました。指導しながらも多くの人との出会いがあり、学ぶこともたくさんありました。美和子さんは結婚して3人の子供を育て、一番下の息子さんが幼稚園に入った時に、体を動かしたいなと思って野々市の女性センターでやっているフォークダンスサークルに入会しました。初めて見ると世界の民族の素朴なメロディーやリズム、知らない楽器、新しい音楽との出会いにもなりました。14年習ってサークルを引き継ぎリーダーになりました。フォークダンスでは指導者をリーダーと呼んでいます。リーダーたちが集まってバンドをやろうということになり、美和子さんはアコーディオンを担当。平成5年にサウンドオブ石川を結成。県外でも演奏しました。若林美和子さんは野々市に女性センターができた頃からフォークダンスで出会った仲間たちと音楽や踊ることを楽しんできました。民族衣装をモチーフにしたベストにフレアスカート、エプロンを身につけて踊っています。野々市市女性センター多目的ホールで毎週木曜日午前10時から12時までしっかりコロナ対策をして練習しています。ストレス発散に体を動かしてみませんか。リーダーの若林美和子さんがフォークダンスを優しく教えてくれますよ。ハッピースマイルは人と人とをつなぐ合言葉、ルームズ衣川商事がお送りしました。